ぐらい。バランスチェック。そのまま下がります。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 大丈夫。胸張って。お、どう？足大変？大丈夫？うん。じゃあゆっくり上がります。結構大丈夫。下半身できてる。横向いて今度は。お父さんに見える。やってみて。こっち向いて。はい、気持ちまっすぐ。はい、落としてぎゅー。大丈夫、できてる。できてる。ここがね、丸まんのよ、最近の子みんな。そうなんだ。こうなんの。うたくん大丈夫です。うたはね、結構筋力あるんだよね。和室の便所でも座れます。和式トイレ大丈夫です。だって。いや、ほんとみんなダメなんだ。もう、かかとが全部上がっちゃうんだ。そうなんだ。素晴らしい。あと、ヤンキーにもなれる。お父さんは多分嫌って言うけど。ヤンキーね、無縁だからよく知らないから。そう。最近、なんかヤンキー座りしてる。ヤンキー座りしてんの？そう。最近の子みんなヤンキーになれないんで、座れないから。そっか。ね。床、そう。お、ヤンキー座りしてる、それか。そう、これがでも結構大事。だからそういう人はこうウェイトでもね、棒でいいからこうスクワットの練習で腰が出るようにして、じゃないと前傾の時の股関節のやっぱバランス硬すぎてすぐ立っちゃう。ああ、なるほどね。何人か言います、うちでも生徒さんでも。でももう柔らかい。 OK、 ナイショー。あとはやっぱ踏ん張るっていう使い方が分かってるってことなんですよ。分からないとこうしちゃうってこと。こんなになっちゃう。わかる。なんないもんね。今90点。そう、お相撲さんみたいな。いいよ。そう、バランス選手をちょっと構えてみて。こうやってゲッてやると、もうちょっと押して、高くして。上から乗っかるぜ。お、お、大丈夫。妹が上からガーンって乗っても大丈夫。そんな感じだと思って。後ろに人乗っけて打つぞ。そう。後ろに人がいるぞ。さあ、いよいよバランスいい。いいよいいよいいよ。そう、もういいの、当たんなくたっていいよ。そう当たんなくても当たった雰囲気で。そう、勝手に当たっちゃうから。構えてるとかっこいい。大丈夫、お父さん CG でなんとかして。そう。ボールが飛んでったみたいに。最後止まるよ。はい、1、2、3歩よ。回ってみよう。股関節がだいぶいいわ。そういう踏ん張り方ができると、ちっちゃい頃からできると最高だね。OK。 だいぶいいじゃんね、なんかちょっとバランスが良くなったの分かる。パパ、ジュースジュースジュース買ってこいって。一つ買いがないの。でさ、まあここでさ、あのバランストレーニングとしてもう一個さ、ジャンプしてビタッて止まれる前でビタッ、ジャンプしてビタッて止まるんだよ。ここからここまで飛んでビタッて止まるんだよ。そう、もっと飛ぶ。はい、反対に向かってもっと飛ぶ。そうもう一回もっといける。ビタッ、そこで構えてみて。そう、そんな感じだったら前が下がってる斜面とかでも結構グラグラしないの。ちょっとイメージを湧いた。ふね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 してるとこでもこうやって立つんじゃなくて、お尻をピタッ。 OK、 よし、構えが良くなった。ゆっくり。 OK、 今の何ヤードぐらい？今のでね、70ヤードぐらいまで行っちゃうと思う。おお、そう、目指せは100かな、このグラブで。7番ってね、うん、そう、100ぐらいとかっこいいぞ。惜しい。今の20ヤードぐらい。そうだね、シェフ、今ゴムの方いっぱい叩いちゃったね。うん、まあ、飛んだっちゃ飛んだけど。そうだけど、打った後に止まれないってことはバランスが悪くなっちゃう、うん、ってことでしょ。待っとけ。 OK、 ただ今のなんかはもしかしたらここのボールがもう見えなくなっちゃった。ああ、確かに。 OK、
ケー。じゃあちょっとボールの見方だけ教えます。はい。ボールってね、すごい見るわけじゃないんだよ。これね、先生のこれ見てもらったら大丈夫。ボールを見てますよって言っても、じゃあ見てればいいかっていうと、これ見て、ダメな人の見方ね。見えてますよって言うけど、わかる？なんか鼻をガタンガタンするでしょ。うん。でも見えてんの。鼻の中覗けばほら頭がこの後も見えるでしょ。でそれじゃまずいよな。ノノって。私頭見てますけどってガタ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 した。でも先生の見方とかを考えると、ほらこれって感じじゃない。何をしてるかわかりますか。ずっと真っ直ぐ。でも見てるでしょ。何もなくて動いてみる。ビュー。ほら、こんななりそうじゃない。あ、確かに。で、最後はブイーってやったらこんななりそうじゃない。でもここが動かなかったよね。なぜか。はい。目はこう考えたら一点なのよ。一点だからこう覗いてて、こうやっても覗けるじゃん。じゃあ頭がぐらぐら動かないようにしようと思ったら、二点目を作ります。目と顎。じゃあ体がこう回った時に目はこっち見てるけど、顎をこっちに動かします。もっと自分の顎を動かす。じゃあこうなった時に反対側に顎を動かします。お、はい、反対。顎、顎、目と顎で2点だから、これグラグラしないな。だから意識してるのは目じゃなくて顎。自分はここに意識を持つ。こうやった時に、あ、お、じゃあちょっと構えた形でやってみよう。はい、バックスイングしたら、あごで、ここでスピードが速くなったら、あごは速く動かす、あご。はい、もう一回。はい、左肩。はい、右肩に、あご。はい、左。はい、右。で、あごが当たったら、離さないよ、あご、肩から。そのまま担いでビューッと見たら、ここから見える景色どう？顎を預けたら、そう、左、右、そう、もう一回、左、右で、そのまま担いでフィニッシュしたら、ここ、顎からベースが見えます。離したらダメ、いつも、え、顔から先行っちゃう。意味わかったでしょうか。うん。顎を動かします。シミュレーション。そう、ここにもう一個目ある、顎に目ん玉描こうかマスクのとこに。はい、頭の中でちょっと左、はい、右。お、ちょっと我慢したね。そうすると分かる？脳みそが揺れません。人間は脳みそが揺れるとバランスが崩れるんです。だからここをこうやって押されてもバランスって崩れるじゃん。でもここをピョンってやられたら、あーってなっちゃう。頭を押されると結構弱い。でも体を押されても頭が動かないと大丈夫。はい、顎を動かす。ちょっと素振り一回してみよう、後ろで。あの、打たずに。はい、左、顎、肩、肩。そう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 。肩、肩、肩から景色。肩、肩、肩を前に出したら見えるよ、景色が。そう、左、肩。はい、右、肩。景色。そう。肩から向こう見ていくから、あっちの丸見ちゃう。そう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 、いけそう。よっしゃ、打っちゃってください。これいけんぞ。はい、左、右。そう、ボールを見てくださいね、その時に。そう、そこを集中して顎を動かす。そう、だんだんゴルフっていろんなことをやりながら増やしていかないといけないから、結構難しくなるのね。ただし、一個ずつクリアする。今日は今までの打ち方に顎を入れてみましょう。覚えるでしょ、顎だけを。顎集中でお願いします。パパ、ジュース買ってこない。お茶があったから、もうお茶にして。巻いてるの使いたい。オッケー、いい感じ。今の80点いいと思います。そう、75点から80ぐらい。うん。今度テレビにね、松山プロっているんで、どんだけ顔がね、残るかなんか今度見てみてね。すごいよ。で、顔がめちゃくちゃ残ってる。打った瞬間にあっちなんて全然見てない感じ。もうね、なくなったボールのその下を見てるぐらいの感じで打っちゃう。ボールがなくても下見てる。そう、いい音。
感じ。